アルセは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域県、ドゥーセーブル県のコミューン、ニオールの西に位置し、ポワトバン湿地の中にある。アルセという地名は1882年に採用されている。中世の公文書においては、以下のように継続して記されていた。1178年に、アルカイクム、1223年に、アーケーキム、1300年にアシウムである。 これらの地名が今日知られている、アルセという名に導いた。湿地というほどをアルセは、年中起こる洪水を指して、水で溢れた湿地と言われ、緑のベネツィアとも呼ばれる、ボアトバン湿地の一部である。セーブルによるテーズ川から遠く離れておらず、村はほとんど迷路のような堀、水路や運河に囲まれている。港の乗船場所かつて通過地点であったアルセは、 畜産や林業が行われていた。周辺のコミューンと同様に今日では湿地を訪れるために船に乗船できる港がある。おかげで観光が盛んである。駐車場があり、ピクニック、遠足、サイクリング、クルーズ、釣り、狩猟、キャンピングが行われている。継続して湿地の観拓が行われる以前、一帯は海で囲まれていた上、村はピクトン湾の中にあった。 アルセは後に活気ある土地となり、最盛期を19世紀に迎えた。港にある古い木材クレーンの複製が証明しているように、伐採されたポプラは貸しに運ばれて、クレーンで船に積まれていた。そして1829年には、港近くに伝統的な住宅が建てられた。そして11ある倉庫は、魚やワイン、木材を収めるため建てられた。参照元、 1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。